さんこんにちは、河原平成ストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。わいわい、今日はずらっと皆さん勢ぞろいなんですが素敵な車のお話をこちらの皆さんにお聞きしたいと思います。今日は、ロッキーとライズの開発の皆さんにお越しいただいてます。じゃじゃーん。それではそれぞれの担当と一押しポイントをお願いします。はい、はい、パワートレイン企画室の WA エンジン開発しました堀川と申します。よろしくお願いします。はい、一押しポイントはどちらでしょうか。まずハイブリッドでもコンベンショナルの方でも両方で使える高効率なエンジンということで、はい、1.2 リッターのエンジンなんですが、はい、非常に低速トルクがあって、コンベンショナルで使っていただいても出足のするしっかりした力強さを味わっていただけるんじゃないかなと思ってますし、ハイブリッドを使った時も含めて 熱効率が良くて低燃費を味わっていただけるんじゃないかと思ってますので、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、はい、そうなんですよ。ここ偶然にも後ろにカットモデルがあって、中がすごい分かりやすくなっています。今のお話はちょうどここの部分ですよね。はい、はい、パワーコントロールユニットとエンジンが両方丸見えです。どのあたりが大変でしたか、苦労ポイントが。そうですね、このコンパクトに、この車の中に、当然、はい、このパッケージの中に収めるということと、これ実寸、はい、実際のサイズですよね。はい、はい、でそれと熱効率の、両立するっていうことですね、機能とサイズ感を両立していくと。はい、普段は見えない状態ですけれども今はこういう感じで分かりやすく見せていただけてます。でなかなか普段ここまで見えないですからね。はい、ありがとうございます。はい、はい、お願いいたします。はい、ロッキーライズのチーフエンジニアであります製品企画の中穂でございます。よろしくお願いします。一押しポイントお願いします。一押しポイントはですね、いっぱいありますよね。車全体を扱ってますんで、はい、でも一つ挙げろと言われたら、ダイハツの基本的な考え方でもあります、先進技術をみんなのものにということで、はい、ロッキーライズの新しいハイブリッドをアフォーダブルな価格で皆さんに提供する。ちなみにおいくら万円ですか。2,116,000円から、SUV のハイブリッドとしては、はい、最廉価ではないかというふうに思っております。嬉しいですよね。はい、実際に乗って体感していただくと、その良さが分かっていただけると思います。もちろんお値段以上ってことですよね。どっかの宣伝ではありませんけどそういうことを体感いただけるというふうに思います、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、お願いいたします。はい、パワートレイン企画室の坪井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイブリッドの、開発担当してます。はい、ということは、もちろん、はい、ポイントはですね、はい、じゃあこちらを映してもらって、はい、今回、シリーズハイブリッドっていう形の方式取らせてもらってるんですけども、これがやっぱり車との関係を説明した方がいいかなと思うんですけども、はい、ここがちょうどパートのコントロール PCU と言われてるやつですね。はい、で下がトランスアクスルってあるんですけども、ここにサイドメンバー両があると思うんですけども、はい、いかにここを縮めるかっていうのがですね、結果としてですね、今回5ナンバーサイズの車になるの で、 嬉しいです、ね、基本的にはここのラインが決まりますと、でここでタイヤ太いタイヤ履きます。であと切れ角いきますとなると、おのずとこのサイドメンバーのラインが決まってくるんですね。なるほど。でこれの中にこうユニットを収めて、はい、でこれここのハイブリッド収まるのを作るというのがすごく大変でもあるし、逆にこれができると、このロッキーの良さの最小回転半径、5m 切るところ、はい、これがやっぱし日本の道には合ってるかなと思うので、そういう意味で日本の道に合わせたハイブリッドシステムじゃないかなと思ってます。なるほど。これがいかにコンパクトカーに合ってますよねっていう話になるかなと思います。ちなみに、はい、こっからここまでは何センチぐらいですか。828。お、はい、さすが。へえ。
でも書いときます。でもちなみにこれやっぱり5ナンバーだと日本の駐車場事情だと助かりますよね。そうですね。それすごく大事だと思います。はい、やっぱりそこはこだわりの。はい、はい、そうですね。はい、ありがとうございます。僕ですかね。はい、お願いします。はい、製品企画部の瀬村と言います。はい、企画なので車両全般担当してます。はい、一押しポイントなんですけども、まあ、一押しポイントはあの室内空間ですね。はい、あの小さいのに広いという室内空間が一押しポイントです。で、特に今回ハイブリッド化によって電池であったりだとか、まあ、いろんなものを入れなきゃいけなかったんだけども、うん、室内空間をまあ犠牲にすることなくあの搭載できたといったところがあの頑張ったポイントであり、あの一押しポイントでございます。うん、やっぱり空間、はい、居住空間大事ですよね。実際これちょっと乗り込みづらい感じですけど座っても大丈夫。あ、じゃあこれ、はい、不思議な光景ですこのようにあの、はい、鉱石もしっかり大人がとても広い空間が取れているといったところが、はい、本当にあのおすすめというか一押しポイントです。これほぼ外ですよね屋根ありますけどいやでも意外とこれ里モデル作るのお高いってお聞きしたことがあるんですけど、まあ、値段はちょっとあれ苦労して作る。やっぱりどういうところが見せやすいかっていう、ね、ハイブリッドで先ほどのエンジン、他の中にいっぱい乗したりだとか電池にしたりだとか、はい、そういったところを見てもらいます。データの乗したけどもこういった形でちゃんと乗るスペースを確保できているというところを確認してもらえたらいいなと思います、はい、でバッテリーがこの鉱石のシートの下にあるけど、はい、こういう感じでね、あの実際実車だと見えないですもんね。分かりやすいカットだと思います。電池があって人が乗ってもまた気温じゃないよって言ったら、うん、絵的に面白い絵的に面白い不思議ですよ。私は切り取ってサムネイルかなんかにします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でこれちゃんと合成のポイントも分かる。エンジン設計を担当します龍と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アピールポイントですね、やっぱり、はい、あのエンジンはお客様になかなか見えないところにあって、うん、影の役に立っています。やはりそのお客様がですね使われている中で、はい、もう自然とエコになるといったところをですね僕らも担っているといったところを思ってまして、はい、やはりその、燃費を良くするといったところをですね、うん、第一に考えて今回はあのポイントとさせていただいております。はい、エンジン、はい、ああ、そっか、エンジンもここにありました。はい。で、あの、まあ、もちろん安く作る、小さく作るということで、うん、あの、新しいですね、まあ、デバイスみたいなのはですね、あまりこう、極力使わずに、あの、まあ、ベースのエンジンの初弦をですね、うん、あの、徹底的に磨いてきたといったところがですね、今回の、あの、ポイントとなっております。まあ、当然、これはまだまだ新品ですが、しかも、実際には使えないですよね、これ自体は。こう見やすいように。そうですね、はい。はい、こういったあの特徴的なところでいきますと、あの、うん、これありますが、ストレートポートという、はい、空気の抵抗をできるだけ抑えて、燃焼室にたくさんの空気を入れて、うん、効率よく燃やすといったところですね、今、モデル技術を全部つぎ込んで、はい、スコア率 40%。あの昔、ね、あのディーゼルぐらいの、うん、スコア率であるんですけど、そこまで、高めてきたといったところがポイントになります。だって燃費が…そうですね、燃費が…はい、2.7 とコンビが 20.7 でハイブリッドの非常に大きいです。うん、素晴らしい。そしてピカピカです。そうです、はい。でもかなりやっぱりコンパクトですね。そうですね、まあ、あの、うん、車内の比較ですけど、まあ、1リッターとほぼ同じぐらいの体格の大きさになっております。そっか、だからこんなコンパクトなんだ。そうですね、先ほど申しましたけど、うん、対面の幅に分かる収めるといったところ、うん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 、徹底的にやりましたので、やっぱり小さくユニットになっています。なるほど、はい、はい、行きます。来ましたね、来ましたね、まさかのということで、どうなんでしょう。ということで、じゃあワイ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 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。あのこの車出すにあたって1年間ぐらいあの白ナンバー取って走り込んでいる、うん、決めてるので、特にあの、まあ、街中もそうですけど、ちょっとアップダウンがあるようなところ、あの少しちょっと郊外の国道みたいなところ走るときなんかはもう全然
そのままスースーいけるので、うん、あのブレーキ踏む必要性があんまないので、うん、すごくあの心地よかったですけどね。なるほど。北海道まで走りましたよね、大阪から北海道まで、自走で自走で楽しそうじゃないですか。楽しいです。どこが一番きつかったですか？ただ今コロナなので、あ、本当はところどころで飲みに、うん、まあ、行きたかったですけどね。おやおやそっか、そういう楽しいお話はなかなかできなかった感じ。私も一緒に走りました。その時のメンバーですか、もしかして。あ、じゃあ今日のほぼほぼ同じメンバー。今回こちらの開発には何人ぐらい携わってらっしゃったんですか？いわゆるユニットの追加なんですけれども、はい、トータルの開発構想でいくと、うん、フルモデルチェンジに近い、うん、あの開発構想を投入はして、うん、あの何十万人か、うん、何人かと言われると正直わからんですね。ただこの前あの、はい、集合写真撮ったんですよ、開発してる人、うん、まあ、それでも普通に300人ぐらいは来たので。あ、そんな多いんですか？来てない人もいるんで、もっと多い。それは通常通りですか、それともやっぱり通常より多い？それがさっきあの、うん、高さんおっしゃったところで丸、うんうん、丸ってか前なんだろうね、フルモデルチェンジに近いぐらいの人だと思ってて、まあ、ユニットの、追加ですけれども、うん、やっぱりハイブリッドっていうことを、それから、うん、あのエンジンそのものも、もうゼロから何十年ぶりかっていうことがあるので、うん、かなり手厚い開発チームを当てていただいたというふうに思っています。うん、このタイミングでのエンジン、新エンジン投入っていうのは何が一番の理由ですか？燃費。まだまだ電動化を当然やっていかないといけないし、うん、一方でまだ急に世界を見渡した時に、うん、その電動化の進度というのは急にはいかないところもあってですね、なのでコンベンショナルの車も燃費も下げつつ、ハイブリッドもハイブリッド EV もやっていくって、そういう両方ができるのことをやっていくということが、うん、まあ、この時期だからこそ必要だということで、低燃費のエンジンを開発しようということで開発いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。開発の皆さん、楽しいお話をありがとうございました。吉田由美チャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。